私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。加藤茶は68歳までコンビニに行ったことがなかったと妻良妻さんが驚きを持って明かす。加藤茶、妻綾菜の富裕層狙い批判、意外な真相。彼女とは正反対。綾菜が大学時代にアルバイト先の飲食店に加藤が訪れたことで知り合い、11年に結婚。45歳という大きすぎる年の差から、綾菜は財産目当て、保険金殺人、など激しい批判を受けた。当時は批判メールなどが1日に200件ほど寄せられていたという。ザ・ドリフターズの加藤、茶79が11日放送の TBSK、中居正広の金曜日のスマイルたちへ、5857にゲスト出演し、妻のタレント綾菜、34。との結婚当初のバッシングが的外れであることが明らかになった。番組では加藤が綾菜の実家に1年ぶりに里帰りする様子が放送された。車で到着した実家は洋館のような大豪邸、間取りは 6LDK という。家にはバーカウンターも。20畳もの広さがある綾菜のベッドルームは壁掛けの大型テレビにクイーンサイズのベッドも置かれていた。綾菜の父英吾さんは、実はエレベーターを部品を作る会社の経営者。他にも焼肉店やバー、美容院、鉄板焼き店を経営するやり手の実業家で、綾菜は実はお嬢様だった。加藤は、最初、結婚した時に、綾菜が財産狙いって言われた。俺のね、こっちの方がお金持ってるから、俺の方が逆玉なんだよ、と打ち明けていた。現在79歳の加藤は、68歳の時に当時23歳だった綾菜と結婚。45歳の年の差だった。結婚当初のある日のこと、綾菜が、コンビニ行ってもいい？と尋ねるといい、よ、俺行ったことないけど、と加藤はまさかの一言。これに綾菜は、日本人でコンビニ行ったことない人いるんだと思って、と驚いた。加藤茶綾菜夫妻が11日放送の中居正広の金曜日のスマイルたちへ TBSK 毎週金曜20時57分に出演。加藤が68歳までコンビニエンスストアに行ったことがなかったことを妻の綾菜が明かした。その理由として、今まで付き人の方が全部買ってたから行ったことないんだと言い、じゃあ一緒に行こうとコンビニに向かったという。68歳にして初めてコンビニへ行った加藤は、入店するなり、コンビニって何でもある、すごいすごいと大興奮で歌舞伎用とコアラのマーチとプリンとかコーヒーゼリーとか欲しい、芋、とりあえず自分の好きなもの全部買う、ストック癖があるのでという様子だったらしい。この時の様子を振り返った加藤は、子供の頃駄菓子屋さんに行った時のテンションになって、あれもこれも買うんだけども買いすぎだって言って全部返していく綾菜がと笑っていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。